ってきます。よう。おはよう。こいつが夕べオナニーし合ってた幼馴染の相田寮なんだけど、本当に鈍感というかなんというか。あ、どうした？目の前にオナニーし合ってた相手がいるってのに気づきもしないで、つか顔もわからない、どこの誰とも知らない女と毎晩オナニーし合ってるのよね、こいつってば。なんなんだよ。別に。だからなんなんだよ。であるからして、電流が受ける力の向きを判断するには、あいつ今日体育なんだ。最近寮を見てるとなぜかイライラする。寮とは幼い頃、家が隣同士ということもあってよく遊んだけど、それも中学生になるまで。そっからはなんとなく疎遠になっていった。ネットで寮を見つけたのは偶然だった。いつも使っているビデオチャットでたまたま名前を見つけて、最初は同姓同名かと思ったんだけど、馬鹿正直に本人の写真とプロフィールを使っていたというわけ。チャット始めても私だと気づかないのがおかしくて、他人のふりをしてるうちに私にはちょっとしたいたずら心が芽生えてきた。そういえばさ、ネットセックスって知ってる？何してんだろう私。大体なんで寮なんかと。別に寮のことなんか何とも思ってないのに、人の気も知らないで。あ、なんだってのよ一体。なんで私が寮のことなんかでこんなにイライラしなきゃなんないのよ。ああもう考えるのやめやめ。気持ちいいからやってるだけ。ただいま。いい、買っちゃった。あいつもこういうの好きだって言ってたしね。いかんいかん、また変なこと考えそうになってた。危ない危ない。わ、いるいる。さーて、どんな反応するかな。ハロー。こんばんは。で、どうしたのその格好。それじゃあ早速。今日はさ。どうしたの？実はさ、近所に幼なじみの女の子が住んでるんだけど。最近妙に風当たりが冷たいっていうか、具体的に言うとなんか避けられてるみたいなんだよね。そうなんだ。ちょっと前まではこんなことなかったと思うんだけど。それでさ、女の子ってさ、その子のこと好きなの？なんとも思ってなんか。ねえ、ちょっと窓開けてみて。え？窓開けてみてよ。どうして？いいから。月も綺麗だよ。つっても俺の部屋の窓を開けても月なんか。開けたけど。アスカ？なんで？そっち。そっち行ってもいい？私もね、寮のこと好きなんだと思う。
だって寮のこと考えるとね、寮の恥ずかしいこといろいろ知ってるんだからね。あの日以来寮とのビデオチャットは今も続いているけれど、よっと、あ、寮もログインしてるのね。ただいま。あ、おかえり。帰ってきてすぐネットとか他にやることないの？お前だって人のこと言えないだろ。まあね。だって PC の前に座ると、今日もそっち行ってもいい？ああ。今ではエッチの合図になっている。俺には10個下の千鶴という幼馴染がいる。お互い兄弟のように仲良く育った。しかし千鶴は体が弱く、入退院を繰り返し、次第に顔を合わせなくなり、年頃になるにつれ交流もなくなった。だが今日、そんな千鶴と数年ぶりの再会。しかも一晩二人きりで。ハルニ、おかえりなさい。ああ、制服にエプロンって。急なお泊まりで迷惑だったかな。ああ、おばさんたちは急な出張で留守ならしょうがないって。一人じゃ心配だし。ありがとう。ちょっと待っててね。すぐできるから。しかし、あんなに小さかった千鶴が、時間経つの早いな。おお、ずいぶん気合いの入ったメニューだな。口に合うといいんだけど。いただきます。めっちゃうまいよ。このハンバーグとかチーズ入ってるし、なんで俺の好み知ってんのってくらい。ちゃんと覚えてるよ、ハルニーの好きな食べ物くらい。それに昔と何も変わってないんだもん。だよな、千鶴だって全然変わらないもんな。うん、会えなくてもハルニーはハルニーだし、私は私。おお、お待たせ。そろそろ寝るか。うん。ハルニーはどこで寝るの？俺は俺の部屋で寝るけど、布団は母ちゃんがリビングに置いてくれたから自分で敷いてな。じゃ、おやすみ。やだ、ハルニーと一緒に寝たい。は？だって久々に会えたんだよ。寝ちゃったらもう今日が終わっちゃうなんて寂しい。ダメ？本当に変わってない。俺が帰るってなると寂しがるから。で、俺がいつも折れてたんだ。しょうがねえな。おい、ずっとこうしたかった。だから今こうできることが夢みたいだよ。それは俺も。ねえハルニ。ん？これでわかっただろ、もう昔と同じように仲良くはできないんだよ。お互い大人の体になっちゃったんだから。そんなの嫌だ。仲良くしたい。昔と同じじゃなくてもいいから。おい、本気かよ。下手くそ。大人はこうやってするんだよ。大丈夫？つい気持ちよくなっちゃって無理させちゃったな、ごめん。ううん、これからもっと仲良くしよう。千鶴、俺もずっと寂しかったし、
仲良くしたい。ハルニーは。ハルニー、朝ごはんできたよ。にしても千鶴って料理うまいよな。将来プロとか目指してんのか？将来の夢は昔から変わってないよ。ハルニーにはもう何度も話してるし。俺も知ってる千鶴の夢。あ、しょうがねえな。I'm not into it.